演する音楽サービス専門店平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。店頭の商品をいろいろ紹介しようのコーナーというわけで、今回紹介する商品はこちら、ウクレレでございます。今までねウクレレ何本か紹介させてきていただいたんですが、実はこいつは唯一の特徴があるんです。これ実はねメイドインジャパンなんですよ。高峰っていうメーカーが作ってるウクレレなんです。高峰って皆さんご存知ですか？長野県やったかなにあるギターのメーカーさんなんですよ。で、ギターのメーカーなんですが、いわゆるそのエレアコって言われてます。中にこうマイクが入ってて、ここにこうシールドさしてね、ビューとアンプにつなげてやる、ギターを、まあ、開発というか作った、日本のメーカーなんですね。なのでエレアコといえば高峰、まあ、高峰といえばエレアコみたいな感じの、まあプロの方もたくさん使ってらっしゃるようなギターを作ってるメーカーなんですが、その高峰が作ったウクレレなんですよね。まあこだわってこだわって作ったんやなっていうのが非常に伝わる一品でしてね、このボディ、まずこのボディマホガニーなんです。いわゆるそのギターでよく使ってるような感じですよね。まあ、パッと見ちょっと濃い色ではありますが、非常に綺麗になってます。ここ見てください、これ。インレイっていうんですけどね、この、サウンドホールの周りのこれ。これレーザーで切ってあるんですけど、めっちゃ細かいでしょ。これはおしゃれだと思います。こんな感じになっています。はい、で、気になる音はと言いますと、こんな感じ。華やかさというよりは非常に落ち着いた音色なんですよね。で、実はそれもそのはずでして、こちらシールドがさせるんですよ。実はこれもねエレアコなんです。エレアコウクレレ、まあエレレレってやつですよね。これをブスッとさせてもらってスピーカーにつなげると、スピーカーつなげてこう演奏できる。なのでこいつ自体はもちろん良くなるんですけども、そこまで鳴る必要がないわけなんですよね。本当のところはスピーカーにつなげて鳴らすための楽器というわけなんです。で、まあ基本的な楽器としてもよくできてまして、例えばここ糸巻きもしっかりしたものがついていますので、チューニングまず狂いにくいですよね。で、まあちょっとマニアックになるんですが、ここゼロフレットって言いまして、ここの1個目のフレットゼロフレットなんですけど、この1フレット目とのこの隙間がピッチの調整してるんですよ。なのでこいつね実はすごく音程がいいんです。やっぱりねそのギターばっかり作ってるあの専門メーカーです。で、しかもメイドインジャパンで、パーツもすごくいいもの使ってます。で、しかもこのエレキエレレレというところもありまして、お値段まあまあするんですよ。ちょっとまあ初心者の人が1本目にハイハイって買うような値段ではないかもしれませんが、ちょっといいものを買って長いこと使おうっていう方にはまあぴったりのウクレレだと思います。特にやっぱ今ね安い楽器がだいたい中国製とか台湾製とかが多い中、これは本当に正真正銘メイドインジャパンですからね、日本製のものをしっかり使いたいっていうあなたにはぴったりかもしれません。はい、というわけでこちらのウクレレなんですが、当店の店頭で飾っておりますので、気になる方はぜひ見に来してください。遠くで見に来れへんという方は当店の Amazon の方にも掲載しておきますので、ぜひチェックお願いいたします。ただしこれやっぱ1本しかないので、売り切れちゃえば本当に売り切れごめんでございます。そこら辺だけご了承ください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、それとコメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画で。